久保さんバイト先危険じゃないですか。<laughs> バイト先危険ですね。うんまあ、顔出しの話に関してはやっぱりね、あのー、未だにありますからね。てかずっと質問来るでしょうね。でも質問する、質問してくる人は顔出しして生きていると。顔出しして出社してるし、顔出ししてバイト先行ってるし、顔出しして電車乗るし、バス乗るし、飛行機乗るし。 <laughs> もうラファエルさんみたいな仮面かぶって生き,る生きていくしかないですよねうんなんかやっぱねネットビジネスってなんかこっそり稼ぎたいみたいなあると思うんですねうんだからこっそり稼ぎたいんだったらこっそり稼げばいいじゃないですかと <laughs> まああの要はこっそり稼いでる人に聞け,聞けばよくないですか <laughs> 久保さんね まあその例えばブログアフリエイトとかね、サイトアフリエイトとか、まあ、ウェブ検索したときに、じゃあそのすべてのね、サイトが管理人〇〇ですって顔出しして本名を出してるのかっていうと、ほぼ多分7割ぐらいは出してないんじゃないですか、8割か。本名さらして顔を出してますが、管理の〇〇ですっていう、多分してないですよね。どうですか。かその人に聞けばいいじゃないですか。 なんで顔出し、超晒してる人に質問するのかっていう、よくわかんないですよね <laughs>。これは矛盾ですよね <laughs>。なんで顔、だからそこに一つの事実があるとするならば、顔出ししてないより顔出ししてる人の方が信用、信頼があって、で、そこで、あ、この人だったら質問に答えてくれるかなって、あなたが質問してるってことですよね。わかりますじゃあ、あなたが質問しました。ということは、うーん、その原因は、理由は何なんですか その要因は何なんですか僕たちが本名を晒して顔を晒して何万本も取ってるからじゃないんですかと <laughs> うん。まあ、百歩譲って本当にね、あのー、顔を出さず、顔を出さなくてもネットビジネスは稼げます。全然稼げます。だから、顔を出さず稼いでる人に聞けばいいと思います。どうですかね <laughs> 僕の言ってることは間違ってますかねなんで顔をこんだけ晒してる人にその質問をするのかよくわかんないですね。<laughs> <laughs> ねえ、久保さんね、うん。顔出してない、なんかよくわかんない人に質問すればいいじゃないですか。ねえ。<laughs> まあ、矛盾だらけですね、世の中ってうのは。で、まあ、今回は、なんだろうな、あのー、うーん、自利、あのー、客観的に見ろって感じですかね、客観的に。だから、その物事の、 物事の本質というか、物事をどのような側面で見るのかって話ですね。で、多くの人は、なんかその、考える、客観的に見て、分析して、違う視点で見れば、分かる、たどり着く答えはあると思うんですね。じゃ顔を出してない人なのか、顔を出してる人なのか、どっちの方が信用されますかと。どっちの方が信用したいですか。じゃ顔を出してない仮面の、仮面をかぶってる女性と結婚したいですか。 もう一度見ますね仮面をかぶってる女性と結婚したいですか顔が見え,見えない女性と結婚したいですかじゃあ、顔がずっと一緒、40年、50年ずっと連れ添うパートナー、ずっと顔が見れません。仮面かぶってます。っていう人と、あのー、なんだ、まあ普通の人どっち選びますうん、顔を出してる普通の人僕選びますね、多分ね。<laughs> ずっと仮面かぶられたら、あのー、ちょっと生きづらいっすよね。<laughs> ね。まあ、百歩譲って、なんかその、んなんやろうな、その、病気病気でなか、顔がすぐ、あの、ちょっと、きついみたいな。なんかさ、なん、な,なんの、なんかの病気あるんですよ。顔面なんちゃらみたいな。これね、アメバ、アメバ TV の,の,の、あの、なんだ、フィクション、フィクション、フィクションじゃない。 ノンフィクションみたいなそのドキュメンタリー番組がアメブラであるんですけど、アメーブー TV で。で、そこで顔面がすげえぐちゃぐちゃの人が顔出しして出てるんですね。で、それのいじめがあったりとか、なんか偏見があったりとか、それで喋ってるわけですよ。でも顔出ししてるんですよ。<laughs> そう。でもすごい、あの、まあ、言葉を、ちょっとどういう言葉を投げかけたらいいか分かんないですけど、まあ、はっきり言って怖いです。それぐらいもうぐちゃってるんですよ。 だけど、その人は顔を出して生きてますよ。いろんないじめにもあった。いろんな偏見にもあった。だけどあの、いろんな壁を乗り越えて今僕はあるみたいな。な,なんか、そんな感じですよね。うん。なんか、逆に、そういう病気を持ってる人の方が強く生きてるんじゃないかなと思いますけどね。普通の人が、うん。何でもできる普通の人がね。 やらないっていうねなんなんでしょうねはいいってらっしゃい